サイエンスエンターテイナーの飛鳥明夫です。今日のこのハイパー飛鳥塾ね、第2部に入りました。三英傑って言いましてね、まあ、英雄解決なんとかってやつですが、戦国時代を終わらせたという意味でこの三という数字で、また同時に全て終わり、今でいう愛知県、これ偶然と思わない方がいいということです。それは徐々に分かってまいります。当然ながら三英傑というのは織田信長、そして、豊臣秀吉、そして徳川家康。今回、第2部は豊臣秀吉を解き明かします。まずですね、まあごくごく通例というか、秀吉とはこうであるという、まあ、アカデミズムが、まあ、唱えていることをまず軽く おさらいをしながらですね、実はそうじゃないよっていう方に持っていきます。それもですね、ちゃんとした理論武装をしておりますので、おそらくアカデミズムの人たちはどうしようもないでしょうね。で、まず通説でいう名字というのがありましてね、それは、初めの頃は木下だと、木下、それから、まあ、羽柴に、まあ、変わるわけですよ。一方ですね、生命、まあ、なんて言いますかね、この日本って面白いですよ。歌舞伎とかの襲名披露以外は、元服等々でも名前がコロ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 変わるんですね。でこれは何が原型になってるかって、やっぱ旗師だな。旗師が名前をどんどん変えていった、まあ、そういう習慣が、まあ、いろんなところに伝播していったんだと思います。で、問題はこの木下というのがついてるということはですね、何だろうなってことがあるんですよ。で藤吉郎なんかになると、あれってなんだね、昔の身分の低い連中は両方とも作ってほとんどないんだよね。で今度はいわゆる生命、まあ、本当のという、とりあえずは形上本当の生命っていうのがですね、これ平氏、平なんですよ。平、平氏ですね。で、その後この平家の、まあ、有志っていうかね。